ニコン Z8 正式発表。ジマさん何でも手元に実機あるスペシャル。こんなんめっちゃ欲しなるやん。ということでね、皆さんどうでした、えー、ニコンさんからのですね、まあ、正式な、えー、とローンチイベントって言った方がええんかなオンラインのね、この Z8 新しいね、ミラーレス一眼カメラ。ま一言さっき言いますわ、これね。 ニコンが好きな人にはもうたまらんカメラでございますで他社のカメラと比較するとうんぬんかんぬんって出てくるとまあああかなこうかなって話出てくるんですけどそんなん関係なしに D3000 系統5000系統7000系統 D600 系統とか D500 もですし D700 系統もやし D800 のね、えー、系統とかを触れてきた方 であればもうねうわなんかフラッシュバックするっていうぐらいなんかね感動が一眼レフ持った時のミラーレスやからそんな言うたあかんねんで静かにですよ秘密ですよ秘密なんですけどなんやろねあの量販店で発売日ですってなって、えー、と電気屋さんに。 D500 触らしてくださいとか D750 触らしてくださいとかえそういったねなんかねあの時の感動に近いんですよ感覚的に今までのミラーレスの Z シリーズっていい意味でですよ まあ、優等生やったかなっていうところがあって、ニコンさんにできるミラーレスのできることを一生懸命詰め込んでくれて、うん、頑張ってくれたね、ありがとうニコンさんなんやけど、これは単純に Z8 は、うわー、やってくれた、ついに来たね、ニコンのターン、みたいな感じになりますっていうのも、も私の話がギャー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 言うてたら、もうこのカメラの魅力伝わらへんと思いますので、早速ね、ローンチイベントでね、そもそもある程度、あの、なんて言うんですか、仕、え、様、ー、みたいなものは把握されてるとは思 思うのでまずじゃあ実機が、えー、私の手元にあるというところでねこれ本間もんですよッっくちゃいますよちゃんと電源入ってねほらシャッと切れるでしょこれ本間もんなんです本間もんなんですけども、えー、本物が目の前にあるからこそ、えー、できることとしてですね、えー、電源を入れてちょっとあの資料関係を片付けてえっ、ー、とマウスを避けてえっ、ー、とえっ、ー、とちょっとあの ほこりがあったらね申し訳ないからちょっと掃除させてもらってで、えー、カメラの映像をちょっとだけ明るくしようかな。ジチューブ。はい今、えー、Z の8に映像が切り替わっております。でえー、っとね私がちょっと下に出たと思うんやけどもちょっとだけ明るくしましょうか。こんなもんでいいですか。これ Z8 でございます。かっこいれ。 Z の他のシリーズと比べてみるとちょっとねまあ、多少大きくはなってるんですで大きくは、えー、なってるんですけども何やろうねそんなに持った感じは違和感がなかったというかそうですねまあ、D850 とか D500 とか D780 に、まあ、触れてることがある方であれば特別に何も思わないですああんか馴染み深いグリップ感と馴染み深い質量っていう感じでミラーレス やのにあのそのサイズ感とか必要になったんやーっていうね印象を持たれる方も。 いらっしゃるかと思うんですすやっぱ理由があるんですで、えー、こういったね Z シリーズのこれ7ですけど Z の7系統とかね、まあ、こう並ぶとやっぱちっちゃいというかちょっとこじんまりしてるかなって思うんですでこれはこれでええなって思うんですなので Z の8がちょっとごついなってまあそんなえ思わへん思うけどもちょっとねあのサイズ感気になる方は Z の6とかね7とか5のシリーズっていうものを選んでもらったらとは思うんですけど Z の8ね もう性能が桁違いやっぱねその Z の Q の、ま、DNA というかイズムというかコンセプトっていうところをねすごく、えー、引き継いでいるというところでも外観そのものがね、えー、結構 Z の Q に、えー、近しいかなとだってもうロゴがここにありますもんね <laughs> Z の Q そっくりやんというところでロゴがね1、えー、ねこの Z のあこれちょっとカバーしちゃってますけどこのね Z の他のシリーズやったら右下のところにあるんですけどこのシリーズはね Z の8というところで右上にあるとでこのねシャッター周りのところも他の、A、Z シリーズに比べてね、A、Z の9によってるとでこれね四つ葉ボタンなんですけど結構ねシュンってなりました収納されたような感じって言ったらええんかな収まりがいいとちょっとピントがね迷うからこっちに持っていとこうかな こういった形で四つ葉ボタンがね、結構ね、シュンってなってるんです。これ結構使いやすいです。押しやすいです。こう、上からね、押しやすいです。で、丸窓でね、ファインダーはもう完璧でございます。で、ロックボタンが左上に来ていて、で、ここは一緒ですよね。あのー、カメラと、えー、映像のね、まあ、静止画と。 動画の切り替えっていうところはここで切り替えでディスプボンドも一緒やし親指 F も一緒やしグリグリも一緒やしアイメニューも一緒やしプラマイも一緒で一応ちゃんとね今回メニューが結構高めこれあのニコン好きにしか分からへんちょっとマニアックなポイントなんですけどこのね4つのボタンが微妙に高さ違うんですよで他のシリーズに比べてメニューがちょっと強めに出てる分かりやすいですもう引っかかりぐらい結構出てますなのでメニューがすぐ押しやすい、まあ、メニューボタンで結構ね利用頻度ある、えー と思いますのでメニューボタンがが出っ張っっ張てててくれるるのは助かるかなっていうところがありますでメインコマンドダイヤルサブコマンドダイヤルまあそのあたりは一緒でファンクションボタンは12ってなってますねファンクション12でこっちにねえありますねこれも Z の Q のね、まあ、イズムが受け継がれてるかなというところでグリップ感はめっちゃいいです 親指あ、ま、あの小指余りますかって心配される方もいらっしゃると思いますけど私の場合は特にそんなに気にならんかなしっかりグリッと、えー、持てるかなっていう印象でございます、えー、液晶ですか液晶気になりますね、えー、縦横4軸散るとですねなのでこういった形で出てくることもできますしまだフィルム貼ってる状態ですねフィルムが貼ってる状態なんですけども、えー、この状態ででこっちもねちゃんと起こせるという形になっておりますのでこういった形のね撮影もできると いう形になってておりまし分のネジ穴でしょうでバッテリーは、えー、ENEL15C になります今回のタイミングで 15D が出てくるかと思ったけど 15C ですねなのでバッテリーライフのところはやっぱ Z の Q の方が分配が上がるっていうのはまあそりゃそうかなっていうところがありますねなのでこのサイズによく、えーまあ、Z の Q のイズムっていうものを収めてくれた。 っていうのがすごいかなっていうところでございますね。で、あと気になるとすれば、そうですね、メモリーカードのね、スロットのところですけど、XQD カード、もしくは CF エクスプレス、今は CF エクスプレスメインの方でいいんかな。CF エクスプレスタイプ B と SD カードの UHS2 に対応している状態でございます。で、Z の9みたいなロック機構っていうものがない状態ではあります。結構分かりやすく、カチャンって出しやすいタイプになります。 ただ、そんなに緩いわけではないので、結構しっかりね、カチャンとしている感じでございます。で、ここはねいつものカチャカチャでございます。Z30 みたいな固定式ではなくて、動くタイプですね。で、今回私が特にちょっとプッシュしたいというか、注目しているポイントは、インターフェース周りですね。HDMI がだん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 フルサイズといいますか、タイプ A のものになっております。なので、よくあるあのミニであったりとか、マイクロ。 ですね、えー、ちっちゃいあのなんて言うんですか HDMI のケーブルをわざわざ変換持っていかんでももう直接 HDMI をブスッとさせるという形です。でマイクちょっと手元すぎたこの辺がいいかな、えー、マイクであったりとかあとはそうですねあのモニタリングのねイヤホンの 3.5mm ジャックというものがあるという形になっております。 でもう1つポイントとして挙げられているのがやっぱり USB-C のところですよね。USB-C が2つ 出てきました。なので今後のねその Z の Q に対して優先、えー、LAN の、まあ、端子なくなっちゃったんや省略されちゃったんやまあしゃあないかなというところなんですけどパソコンみたいにねあの USB-C で優先 LAN につなぐようなものを、えー、利用すると優先 LAN のような形で利用もできたりするので拡張性は十分ありますね。なのでこのサイズに収める時にどのインターフェースを残すべきだったのかっていうのをエンジニアの方々がしっかり、えー、考え抜かれた。 結果かなというところです。なので HDMI がこのね、あのタイプ A といいますか、フルサイズの大きいね、えー、形になったのは私、個人的にはめちゃくちゃ嬉しいです。なんでかっていうと、いつもこの HDMI のね、あのー、端子の変換ケーブルっていうものを、まあ、2、3本、2、3種類言うたらええんかな、持ち運ばなあかんかったりする。で、その結構煩わしさがあったんですよね。え、ぜ今日は何やったっけえ、Z30? あ、今日は ZFC? あ、じゃあ、ちっちゃい方のね、えー、マイクロがいるなとか。 えー、Z の5、えー、じゃあ今日は、えー、ミニがいるなとかいうものがあって Z の9はあもう変換ガチャって外して直接使えるんかみたいなところがあったんですでもう一つ電源いきますよ早いまあでも Z の9ね使ってる方やったらうわまあいつもの感覚やんなんですけど Z の73ちょっとごめんななんかそんな引っ張り出してしもうて。 だいたい1秒ぐらい1秒弱ぐらいかかるんですねだいたい1秒弱ぐらいかかるというところが、まあ、あるんですけども、えー、Z の8ですね0.4秒ぐらいですねちゃ もう早っみたいな感じになっております。で、こちらね、ちゃんとライト光るところも増えております。これ、あの夜のね、水族館とかで私撮影するときに、このね、ライトがね、光ると助かるなーっていうところがあります。まあ、それぐらいかな。あとはまあ、言ってしまうと、Z の Q と、まあ、ほぼほぼね、えー、似たり寄ったりと言いますか、Z の Q のイズムを受け継いでいると。 いうところがありますののので、えー、ぜひ皆さんねこの Z のまあまあまあもう皆さんきっとあのオンラインのね発表を見てくださってると思いますので、まあ、大体の、えー、この Z あここもね交換しやすくなってますよレンズ交換のねボタンもでかくなっているので Z マウントでかいですねこう見ると、えー、55mm のね内径 55mm とショートフランジバックね 16mm というところでなかなかのインパクトが ありますで私自身このね Z の8をちょっと撮影に簡単にねほんと時間が限られてたのでスパッと持ち出して撮影した時にこれね50の1.8なんです何て言うんですか収まり良くないで何か,かねあのね1.8シリーズがめっちゃ収まりいいんですよなんかもうほぼほぼ高さもねフラットになっててなんかねセットみたい <laughs> なんかもうほんまに収まりがいい。 で、えー、40mm とか、まあ、28mm の F2.8 とかねこういった 40mm の F2 とかですねこういったレンズなんかを使うとまあ本体側がえっ、ー、とねしっかりとした、まあ、サイズ感質量という形なんですけど、まあ、レンズくっつけても、まあ、1.12kg ぐらいになったりするので 40mm とかであればねそんなに重くなかったどっちかっていうとグリップ感があってなんやろうねうーん特に質量っていうのは実際撮影をしているとそんなに 気になななかかっったたし疲労感も感もじなかったです、ね、50の1.8とか使ってるともうほんまに、えー、とサイズ感がしっくりきてうわなんかこれでもうキットレンズというかセットで売り出してもおもろいんちゃうかなっていう感じがありました24120とか2470の F4 の S ラインとかもいいと思いますしそうですね、まあ、85の F1.2 とかね 50mmF1.2 もちろんいいんですもちろん、えー、セットとして素晴らしいレンズだとは思うんですけどもこの Z の8っていうサイズ感とその携帯性っていうところを重視するとゴリゴリのレンズでももちろん対応できます描写力最高のレンズにも対応できる、えー、と描写力っていうものを持っているセンサープラス XP7 e e d っていうところなんですけども私的にはそのスナップできる Z の9みたいな感覚で ちょっとね違う可能性を感じておりますのでちょっとねこれはねいろいろ撮影しながらえ私自身楽しんでいこうかというふうに思っております Z の8がね、まあ、Are you ready? という形で、まあ、出てきましたけど実際にね、えー、Ready Action という形でね、えー、大きく表示されておりますもちろん私たちねニコンファンとしても I'm ready でございますねちょっとその前にちょっと私がまとめてきた資料を簡単に読み上げます、えー、Z の9 ですね、まあフラグシップ機として存在する、まあ、ミラーレス一眼カメラとしてねメカシャッターレスであったりとかねすごくそのニコンの今までのミラーレスに対するもうこうだったらええのにああだったらええのに他社さんああなのにこうなのにっていうものを全て払拭してくれた、えー、フラグシップ機の Z9 というものが出てますね、えー、皆さんも、えー、しかも値上,げあ値上げの話はちょっとまた別の動画にします私もあの PDF 結構長くて読み切れてないんで結構な数が急にあの 価格改定のね話が出たんであれはまた別で話すんですけど Z の9がまあ63から69ぐらいニコンダイレクトであれば69ぐらいで出てくるんですけども正直あの性能フラグシップ機という位置づけから考えるとほぼバーゲンセール感覚でね出てたというところがあるんですがそうですねこの Z の9というものの性能を落とさずに Z の8のこのサイズ感 に収めてきたともう D850 か持たれてる方やったらもう何やろねすごく馴染みのあるサイズ感やと思います D850 が D500D780 ね私自身使ってますけどなんやろねもうなんか同じ同じ言うたらあかんねすごくね馴染みのあるサイズ感とグリップ感と重さこれだけとにかく伝えたい別にそんなに何も思わんと いうところがあります小型軽量を確かにミラーレスっていうものは意識するっていうところが、まあ、大きい意味合いはあるんですけどもでもそうするとまあ世の中って何でもトレードオフじゃないですかやっぱり軽さを求めていくと、まあ、熱耐性であるとかねその性能っていうところ、まあ、バッテリーでの電圧のところとか考えてある程度やっぱり性能を絞らなあかんというところが出たりしますとでも、えー、じゃあ Z の9の、えー、相棒といいますか Z の9と一緒に持ち出すようなカメラとしてじゃあ その小型軽量を意識したからといって性能を削ったカメラがええんかっていうときっと私たちはそれでは満足がいかないんですよね。というか、えー、そういうカメラを求めるんであればもう極端な話 Z50 とか Z30ZFC のような APS-C 機であれば400から 450gZ30 てファインダーないんでねもう 400g ちょいです。なのでもう軽いカメラが欲しいんやったらもう APS-C をえ選べばええし。 じゃ 675g とか 705g 程度であれば、まあ、Z の5 6 7系統選べばええとじゃあその似たり寄ったりにならずにかつ、えー、と Z の9の、まあ、一緒にね、えー、持ち出せる相棒として、えー、求めていくってなると Z の9の性能はやっぱり可能な限りうんこのサイズ感に言い方変えるとあれですよあのなんて言うんですか Z の9の。 このサイズに収めちゃったっていう感じがね。まああるので、それだけでも十分サプライズと。 いうところがありますます、あ、気になるのは価格なんやけどね価格がどう出てくるかっていうのは私自身ちょっと気にはなってるんですけど性能を落とすとまあ必然的に軽くはできますでも性能を落としちゃうとそれは、えー、きっとどっちつかずの誰も求めていないものになってしまいますのである程度の性能というか Z の Q と、えー、一緒に持ち出せるぐらいの性能を持ちつつ、えー、ですね、えー、この何て言うんですか1キロを切ったと。 930g ちょっとというところでね、えー、実現できているのでその中には省電力化で、えー、Z の9にはやっぱり ENEL18 の D があるんですよねなので、まあ、パワフルであると ENEL15C であれば、まあ、出力がやっぱ全く違うんですよねでそういった中で、まあ、電気回路であったりとかね、まあ、いろんなそのロジックっていうところをこの Z の8っていうのは、まあ、おそらくなんですけども Z の、ね、8っていうものを見られてうーん正直 Z の9の下ショパンって切っちゃっただけちゃうのんという風に思われがちなんですけどもやっぱそこには開発者様たちの熱い Z の 8, 8に Z の9レベルのものを詰め込むっていう難しさっていうのを Z の9が出てねまあ1年半ぐらいですね冬ぐらいに出てきたのでその感覚のスパンで出したっていうのはほんまに素晴らしいところがあるかなと思いますね。で Z の9っていうものは別に使ってまあそれは部分的には使ってるでしょうけども全く同じちょん切っただけではなくて しっかりとこの z8 用に最適化した開発というものを使っているとなんで vr ユニットなんかも小型化されているというところがあるんですね。で、もう一つ言っちゃうと d の8。皆さん期待しましたよね。私もめちゃくちゃ期待しました。d の8ちゃうね。z の8。 私も期待しましまたで D の850ですよね高画素ーとしてもう1424の AFS のレンズと D850 が出た時ってもう他社メーカー利用されてる方がニコンに移ってくるぐらいのインパクトのあるカメラとレンズだったと私は記憶してます。その d の d 8 D800 系統っていうものを、まあ、受け継ぐといいますかんまあ比較される Z の8系統ってなってくるとやっぱりハードルは高いんですよね日本でめちゃくちゃ売れてる D850 というものがありますので、まあ、正直なところ D850 をそんなに売る人っていうのは少ないと思うんですもう最後の一眼レフで私は D850 を持ち続けるとでミラーレスなんてあんな流行りもんええわって言うてる方にも 逆にどうなんやろね逆にそう言ってる方の方が Z の8もうドストライクやと思いますわものごっつドストライクやと思いますわてかね D のね 700K と 800K と D500 を使ってる方にはですよ まあ価格次第かもしれんのですけども、うーん、ドストライクやと思います、Z の8。うわ、早期だかーって。Z の9はね、言うてもフラグシップであったりとか、価格であったり、サイズとか質量とか、まあ、オーバースペックすぎるみたいなね、ところで何かしら理由をつけれるんですけども、Z の8は、備え理由つけれませんわ。理由つけれるとしたら、バッテリーライフと価格と動画性能が、えー、どこまで使われるか、どこまで求められるかぐらいです。逆に静止画に関しては、もう文句、火のうちをないんちゃうかない。 っってててののののはニコンの今までの過去20年の機種をね使ってきている私自身が思っておりますので D850 をまあこんな言うたらあれやけど買い増しさせるとか買い替えさせるっていうぐらいのレベルのカメラとしてこの Z8 っていうものは出てきておりますなのでまあどちらかというとまあ私もね過去動画でお伝えしている通りアルファの7 r 5だったりとか EOS の R5 のような他社さんのそのんこのクラスのね、まあ、機種っていうのと比較した時にやっぱりいろんなその、まあ、質量であったり価格であったりっていうところは出てくるとは思うんですけどもどっちかっていうとなんかもう他社さんを見んでもええかなってのは思いました Z の8は Z の 8Z の8はどっちかっていうと D850D500D780D750 を私は見てほしいかなってのは 思いますなので他社さんが同行じゃなくて D850 との比較っていうのが個人的にはめちゃくちゃ面白かったかなっていうのは、えー、とこのね、あのー、今映しているカタログなんかを見てても、えー、思っております。でポイントとしてもね、まあ、そのオンラインのイベントであったようにオートフォーカスの性能であったり動画あとはまあ描写性能であったり機動力っていうところがね、まあ、大事になってくるかなとは思うんですけどもやっぱりそのフラグシップのまあ魅力 能力 Z の 9, 9を使ってる人がサブ機として Z の8を持ったとしても満足できる不満が出ないまあ一つ下のランクのカメラやからやっぱ Z の9はフラグシップやからとは簡単には言わせん Z の8ああやるやん Z の9持ってるけど Z の8ほうん なかなかやるやん君ぐらいの感覚を持っていただけるカメラかなっていうのは思いましたグリップ感は最高でございますねシンクロ VR は6段ですし、えー、USB-C のねこの2つってのもおっきいですし、まあ、ダブルコートねフッ素コートであったりも、まあ、センサーシールド周りであったりとかね、まあ、こんなあたりは逆に私自分の字がちょっとね殴り書きすぎて <laughs> 読まれへん <laughs> のでカタログに移りましょうえー、これどこまで行ったあこれ逆ですね えーと冒頭に戻りますと、まあこれがね、レディーアクションっていうところで、まあ十分なね、備えができていればどんなまあ状況でもね、自信を持って新たな領域に立ち向かえますよというところで、えーっとね、5月26、早いですね、5月10日でしょ、今日、10日やから26、今月中には出てくるというところで、早いなというところがあります。で、こちらは特に、ああ、この辺線引いてたかな。 えーとね、ローリング、えー、シャッター歪み、えー、によるですね歪みを極限まで、まあえー、抑えてくれている融合、えー、画素数4571万ですね Z の Q と同じ、えー、センサーという形でね、えー、ところで、えー、スキャンレート世界最速3000万画素やったかな以上のセンサーというところの条件はあるんですけどね、えーとまあ、実現しているとメカニカルシャッターのいらない構造メカシャッターですもうこれが Z の9と Z の8とメカシャッターレスというものがねニコンから出ているのでもういよいよメカシャッターレスというものが馴染み深いものになってくるかと。で、XPEED の7でございますね。えー、第7世代というところでね。そうですね。今は Z の9と、えー、この Z の8というところが搭載しておりますね。もう Z の7の2型。 に比べても XP e d の6っていうのも画像処理エンジンとしてめちゃくちゃ優秀なんですけど XP d の7っていうのはもうその上をさらに乗り越えている凄さが。 ありますもう次元が若干違うなぐらいのねところがありますで真のブラックアウトフリーというものを実現しておりですねリアルライブビューファインダー、えー、最センターのオートフォーカスまあこの辺はねおそらくあのローンチイベントの方でね、えー、把握されてるかと思いますので次ですねこの辺りもね飛行機ね取られる方やっぱり今回の Z の8っていうのはありがたい、えー、機能がついてるんちゃうのかなとで Z の8ねしっかりあの Z の9から動画機能 削り取ってちっちゃくしたとかではなくて動画機能もしっかり残しているとでコンパクトでね外部レコーダーも必要ないというところがやっぱ内部収録っていうところがねこの Z の9と8の強さなのかなっていうところは一つありますね。 で、えー、お写真が続きましてでこちらもね、えー、10bit のね HLG を使えば朝日の美しい輝きであるとかやっぱりニコンっていうところでねその星空であったりとか風景特にこういった白いね、えー、雪であったりとか極寒の、えー、山のね、えー、景色っていうのもしっかり撮れるというところでやっぱりそこにはニコンのまあ、Z レンズ含めてですけども、えー、写真っていうものに対して映像全般かなに対してのこの魅力というかとことん妥協のないこだわ 割というか追求というかいうものがすごく、えー、垣間見えるやっぱり、えー、ニコンで良かったなってのは思うところがありますまあニコンで良かったなニコン待っといて良かったなっていう感じでございますね Z の9と8っていうのをね でえー、これは、えー、ハイスピードのところかな、えー。プリキャプチャーの説明のところですね。このあたりは、まあ、Z の Q なんかでね、すでにあの触れられてるかなというところです。で、これ F1.2 のね、浅い社会深度でも、まあ、映像がね、えー、使いやすいですよっていうお話ですね。ちょっと駆け足で申し訳ないけど、すでにもう尺がね、25分で、皆さん明日お仕事やと思うんで、平日やからね、ちょっとパパパパパパって伝えれるとこだけ伝えていきますね。あれこれちょっと進んでまた、こっちですね。 ここ大事ですね。えー、っと、えー、これですね。Z の8、約 910g でございます。で、Z の9が 1340g、米1、えー。バッテリー及びメモリーカード含むボディーキャップ、アクセサリー集カバーを除いて 1340g でございます。で、D850 ね、1 5 0 5です。まあ、1kg ぐらいですわ。バッテリー、米2ですね。バッテリー及び XQB カードを含むボディーキャップを除くという、えー、重さ。 で、Z の8はそれに対して15%ですね。えー、910g と。なので、Z の9に対して30%、えー、D850 に対して15%、まあ数字言われてもよう分かりませんや。15%オフでね、えー、今日は卵が安いですよって言われると、おい、まあ、ほんまにっていう食いつくんですけども、まあ、15%のサイズダウンとか言われても、そない分かりませんやん。でもね、なんか感覚的には、まあ、D850 のボディ単体とかを持ってる時に、この Z の8、簡単なちっちゃいレンズをつけた時と、まあその、 感覚が一緒ぐらいなのでレンズくっつけた状態でなんかそのまま D850 持ってるようなねなんか伝わりにくい何ていうんやろその D850 のそのままのボディ単体 を持ってる感覚で、なんかボディ、写真が撮れるボディキャップ28とか、えー、40のね、薄型単焦点つけたとしても、そんなに何も思わんぐらいという感覚です。なので D850 を使ってる方からすると、めっちゃ動きやすいと思います。うつ動きやすいというか、映りやすいかなってのは思いますね。で、より快適な縦位置を撮影する、えー、ですね、撮影をサポートする、見やすくなった縦向き表示。これですね、私自身なんかね、触っとって、 携帯触ったみたいに <laughs> こんなん言うたら怒られるけどいや頑張って縦向きにした機能をあんた携帯なんて言うたらあかんやんってね多分怒られちゃいそうなんですがほんま感覚そうなんですよなんかこう液晶をね見とってもうカメラが縦にメニューとかねこの再生のとこが出てくれるとでしかもタッチパネル使えるじゃないですか今のねカメラってなのねタッチパネルで縦向きになられたらもう 携帯ですやんっていう感じでもうなんかめっちゃ使いやすかったです。というところがありますね。縦動画とかのね、あの話もちょっとありますけども、ちょっとね、期待したいかと。で、これね、縦横4軸チルトでございますね。これはもうえ期待しておりました通りですね。バリアングルじゃなくてよかったと個人的にはえ思っております。高軸ずれるんでね。映像っていうふうに考えると、確かにバリアングル出して、ローポジション。 であったりハイポジションでの撮影ってのは出てくるんですけど個人的にはやっぱり縦横4軸チルトで後軸ずらさずにえ縦でのローポジションえでハイポジションっていうものが取れるというところはありがたいかなと思いますまあまあまあバリアングルが良かったっていうね方も特に動画っていう面で考えていくと多いでしょうけども長期的に 5年10年使い続けるカメラとして私は縦横4軸チルトが正解だというふうに思っております。まあバリアングルね、えー、すごくいいんですけども別の機種でええんちゃうかなって思います。<laughs> Z の8に関してはバリアングルよりも私は縦横4軸チルト派でございます。まあ正直これでバリアングルのものやったとしたらそれはそれで、えー、めっちゃええやんバリアングルって言うてるぐらいなんで特にそんなに重視してないです。なんでか前の動画でお伝えしましたね。 ファインダーが綺麗から何て言うんですかねそんなに縦横4軸口ル頭って確かに便利なんですけどもうファインダー覗いて取っちゃうっていうのがこの Z の98に対しては。 ありますなので私自身そんなにこのチルトのところはこだわってないっていうのが本当の理由でございますね。これはねえっ、ー、とまあ皆さんも多分思われてると思います。でこの辺はちょっとね割愛させてください。ちょっと時間の関係で動画はね、えー、話してるとすごく情報量増えちゃうのでただ強調したいのはここ、えー、シンクロ VR ですね最大6段これだけお伝えしておきます。あの レンズとね、組み合わせて、ボディ内手ブレ補正とレンズシフト方式のえ VR っていうものを組み合わせてね、6段までっていうところが、どん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 レンズ拡充してくれてるようなので、今後ね、どん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 ここはニコンさんに期待したいかなと。で、まるでシネマカメラのような直感的で洗練された操作性というところで、このあたりもね、まあ、Z の球使われてる方からすると、ふんふん、そうやね、そうやね、と思われると思いますので、十分な機能でございます。ウェブフォームモニター。 であったりとか、えー、これね、逆レックの回避アシストっていう形で赤枠表示であったり、フォーカスチェックしながら6アジの拡大表示をしてくれるというところであったりとかね、ピント合わせのワークフローを F ンでね、対応しているとか、6分の1ステップで微調整できる ISO 感度であったりとか、これかっこいいですよね、えー、動画情報表示と。 いうところでね、もうとやろうねなん当にその私ブラックマジック派なんですけどもブラックマジックのビデオアシスト 4K とかのまあ表示であったりとか BMPCC の 6K PRO なんかを使ってる時の表示にあなんか似てるなーっていう感じで動画キーにまあ近いなーっていう印象が。 ありますまあやっぱり内蔵 ND とかがねあるカメラっていうのは動画機としては強かったりもするとは思うんですけどやっぱりそこはねあの自分でレンズに ND フィルターなんかをつけて対応するというところがいいかなコーディックフレームレートとかねこういったところを確認できるというのが魅力かなと。MCN10 これね Z の9の時に登場してきたグリップになりますけどもこういったものを使いながらですねジンバルであったりとかスライダーであったりというところをね操作ができると。 で、えっ、ー、と、ロードさんであるとか、えー、スモールリーグさんとか、デイティさんとかね、ゼンハイザーのタスカムさん、えー、ホーリーランドとかね、いろいろなメーカーと最近はーーのタッグを組んでくれているので、使いやすいですね。結局、実際私たちがじゃあ、録画であったり撮影するっていう時に使うアクセサリー類と、まあ、ちゃんと仲良くしてくれてるのは嬉しいですね。では、こちらですね。静止画でも動画でも決定的な瞬間を。これ、口の横が黄色やけど、夏毛かな。 これ中詐欺とかその辺ですよねどうなんやろ ちょっとまたはっきりしてないですけども、ちょっと可愛らしい気になる、えー、写真でございますね。で、今まで撮れなかった瞬間が撮れるプリキャプチャーですね。まあ、プリキャプチャーって言うたらあれですけど、ハイスピードフレームキャプチャープラスですね。えー、でもこれはもう、まあ、Z の9でね、ファームウェアのアップデードというところで、あのー、拡張されております。画質モードノーマルでね、JPEG 画像を記録するときに、えー、C120 まで選べますよというところでございますので、まあ、カワセミのダイブとかであればね、最近はまあ狙えるんちゃうかなと。 で真のブラックアウトフィーの EVF を実現したリアルライブビューファインダー。もうこれもね、えー、素晴らしいところでございますね。車体の動きっていうものを常に、えー、そのまま表示してくれているというところで Z の、ね、8のリアルライブビューファインダー。これもまあ Z の9と同じようにね、えーと、画像処理エンジンがレンズから入ってきた 映像に対してセンサー向けに出力する映像と私たちの見るですねファインダー向けの映像っていうのをもうデュアル回路でねあの処理してくれているので私らは私らで映像を見つつカメラはカメラで映像保存用にしっかり持っているっていうところができるのでそういったね真のブラックアウトフリーっていうものを実現してくれてると 120fps のフレームレートっていうものをまあ EVF のところで選べるというところで 120fps っていうともうなんかあれよねゲーミングのパソコンモニター ぐぐららいいいの感覚になるすすごいですよねそんなに、あのー、ごっついパワフルなもん積んでるんやなってのが思いますね。でオートフォーカス性能のところは、うん、まあまあ Z の9を使われてる方であれば馴染み深いかなというところがありますね。でまあ飛行機であったりとかね航空機であったりとか、まあ、鉄道っていうところもねあとはニューあ Z の9より先かもってごめんなさいねちょっと私のメモが入っちゃってますけども、えー、飛行機と。 いいいうものが入っているニュででございますねで世界最小の顔を検出する強力な被写体検出というところでですね画像処理エンジン XP の7っていうところの魅力を生かしてですね広大な風景の中で人物をシャープに撮影したいシーンに有効と。 いうところで遠くから近づいてくる人物を動画撮影するときに駆け寄る人物なんかをスタート地点からオートフォーカスねこれ他社さんとのまあ比較なんかでその遠くから人物がわーって寄ってきてオートフォーカスどれぐらいでねロックしてくれるかっていうところがまあ,あるんですけどもそのオートフォーカスを初めにロックする力ともう一つオートフォーカスを ロックして、じゃあ人物が手前に来た時にどれぐらいロックするのか追いかけてくれるのかどれぐらい、まあ、ストーカー AF してくれるのかっていうのがポイントになってくるのでこの辺りは実際 Z の8で私試したいと思います。なんていうやろうね。 オートフォーカスで補足する力と、補足した後のストーカー率、ストーカー言うたらあれだけども、えー、どんだけ追いかけてくれるかっていう AF の2つのポイントで私は見ております。特に人物なんかであればね。なのでそういったあたりは実物が目の前にあるので試していきたいかなと。で不規則に動く車体にもシャープにピント合わせてくれるね、3D トラッキングとターゲット追尾というところが、えー、ありますよと。 でカスタムワイドエリア AF ですねこの辺りもまあその、うん、Z の Z-9 っていうところがね一つ何ていうんですか新たな道を切り開いてくれているので Z の8も、えー、ちゃんとね、えー、受け継いでるとなので本当に Z の9の DNA とかイズムっていうものをしっかりこのサイズに抑え込んでいる感じがありますねで逆光シーンでより確実にねシルエットを撮影できる進化した AF というところもありますのでこれはねいろいろ試してみたいかと思いますで次がスチール あこれねセリーボですよ。先に間違わんように言うときますセリーボです。セリーボ。 何のことやーなんですけど <laughs>、あれなんですよ。このカメラ本体側の話ですよ。私これあの読み方間違えたあかんわ思うてめっちゃメモしたんですけど、あの Z の8本体とね、あの ENEL の 15C でございます。なので言ってしまうと、この Z の7系統とか6系統とか5系統と一緒。てかもっと言っちゃうと D の780とかと一緒。<laughs> ENEL15C なんでね、もう馴染み深いあのバッテリーでございますわ。っていうものはですね、マイナス10度のまあ寒いところでもね、まあ動作しますよと。 のの辺がやっぱニコン凄さですよね。まあ、通常の環境であったり通常のまあそのまあ潤沢に光が確保できる状況やったらまあ正直どのメーカーさんでもある程度いうの結果は出すんですよ。じゃあどんだけ厳しい環境に持っていった時に耐えるのこのカメラは壊れへんのっていう時にやっぱそこでニコンが選ばれるんですよね。っていったところもありますのでそれはミラーレスになっても私は変わってないっていう印象があります。 ありますなのでそういったところはねもうその、うん、撮影環境によってね変えてもらったらいいんちゃうかなっていうのは思いますなので、えー、ボディ前面にはカバー部分やね前面のカバー部分にはマグネシウム合金を使っておりまして超防衛レンズ使用時のマウント合成の確保大事でございますよ私ねこのね DZ の 8を持ち出しててて超望遠レンズゴリゴリリ使っっいこうと思っております最近ね、Z のね、ニッコール Z の8 0 0 b の F6.3 の VRS で、えー、白千鳥とかね、えー、っと、頂上杉とかを、ま、干潟のね、えー、撮影っていうものを持ち出して撮影してたんですけども、もう一回ね、400mm に戻って、この Z の8と 400mm、言ってしまうと、えー、900ちょいでしょで、こっちが1100から1200ぐらいなんですよ。 2キロですよ2キロぐらいの構成で4 0 0ミリの4.5がしかも Z の9のイズムを積んだカメラで使えるってもう何それ最高やんっていうところがあるんでねもちろんこの Z の8にその8 0 0ミリのね6.3の VRS っていうものをつけてもらってもいいんですけどやっぱり Z の8で一番楽しみたいっていうのは Z の9のこの濃縮したすごさっていうのを軽くちっちゃく持っていきたい。 より常に身近な存在として Z の 9Z の8ですけどねっていうのが存在するっていうのを私はすごく楽しみたいと思っております。 で、えー、マウント合成の確保でしょイメージセンサーの、えー、確実な固定であったりとか放熱性も向上しておりますやっぱりそのあたりがこれ憶測ですよこれ私の勝手な話ですあのほんまかどうかは、えー、と知らんがなっていう話なんですけども知らんがな言うたらちょっときついな知らんけどの方がいいかな知らんけどあのおそらくこの分厚さであるとか、まあ、質量とかサイズ感っていうのは写真に対しては余裕やと思います何のことなんですけど動画で 8K とかを別に BMPCC6K とかねブラックマジックのカメラとかってファンが入ってたりするんですねファイーンって言うんですよカメラつけたらやっぱ熱持つからねそんだけあの映像を撮るっていうのはでもファン入ってないんですよ電源つけてもね ということはしっかりと放熱性能を確保されてるんですなのでこのしっかりとしたサイズ感と質量とえ放熱耐性というところを抑えてくれているというのがえ勝手なこう想像なんですけどもこれ実はすごいことやと思うんですもう時代的にちょっと前なんてほんま2年ぐらい前ですよ 4K とか他社メーカーで 4K で、えー、30p で撮れますとか 60p で撮れますとか出てきた時にいや2分ぐらいで止まりおるやんっていうカメラいっぱいあったじゃないですか私自身も 4K とか 8K っていうものがうわすごいなと 4K8K のテレビが出てきたと 4K8K 撮れるカメラが出てきたと実際撮ってみようかと、えー、熱停止しましたなんでやねんっていうもうそれ込みでオチ作っとるやんみたいな感じがあったんですけど絶 の8とかか9に関ししててはしっかり取っりくれますメモリーカード側がめっちゃ熱持ったりっていうところはあったりするんですけどカメラ側の熱とメモリーカード側の熱っていうのを切り分けて考えた時にこの Z の8っていうのはものすごくこだわって作られているなと印象がありますなので放熱性もねすごく優秀かなとで背面カバーと上面カバーには新素材これですよさっきが言ってた魔法の呪文ですセリーボ P シリーズ まあこれはもうそういうもんやと思ってください。私も何回も聞いたんですけども、あ確かに、あ A 素材使ってるんですね。ははは。ぐらいしか言えなかったんです。とにかく、いいものを使ってるというところでございます。で、そういったものを使うことによって、やっぱりこの、まあ、サイズと質量っていうものを実現してくれていると。なので、決して甘えて900ちょい。 とかの質量にしたんじゃなくて追い込みに追い込みに追い込んだ上で Z の Q イズムを残す上での最適解がこの質量をやったっていうところですねで、そのセリーボのリーの PCD ズっていうものは マグネシウム合金同等の強度でね、ボディ全体の高い、えー、対衝撃性っていうものを確保してくれると。なので、レンズを含むシステム全体の徹底したシーリングっていうところでね、防塵防滴性能を実現してくれてますよというところになります。で、ここも大事ですよね。Z の9、Z の8の魅力の一つで私がプッシュしたいところでございますわやっぱり、 イメージセンサー、カメラっていうものはもうセンサーがめちゃくちゃ大事でございます。えー、このセンサーっていうものをより、えー、いい状態で保つっていうのはものすごく長いこと使い続ける上で大事でございます。で、そういった時に徹底したセンサー保護機能っていうところで、えー、これね、えー、光学フィルターには、えー、Z の9と同じ最先端のダブルコート。で、そのダブルコートって何のことなんですけど、1層目がダストのね、付着を防ぐ導電コート。で、2層目が付着しちゃった時のダストを簡単に 簡単に拭き取ってくれるようなね、えー、フッ素コートっていうものを、えー、施しているのでまあ、大丈夫頑丈ですよと言いますか タフですよというところですね。でカメラの電源オフには、えー、センサーシールドが閉じてくれます。私これ実はもう Z の8、あの撮影にバーって使うときに、あのー、設定しちゃってるんですね。なので設定しちゃっているときにセンサーシールドちゃんとね、オンにしているので、こういった形になります。えー、購入時というか、一番初めのときは、えー、センサーシールドね、オフになっている可能性があるので、ご自身でね、センサーシールドっていうものをオンにしてもらったらとなんでかっていうと、センサーシールドにはセンサーシールドって結構ね、あのー、悩みがちといいますか、センサーそのものを傷つけ 傷つけないんです傷つけないんですけど何かあった時にガッてなってしまうことが物理的にセンサーシールドがあることによってありえるのでなので人によってはセンサーシールドがあるカメラでもセンサーシールド嫌やねんっていう人もいるんですよなのでセンサーシールドをオンオフ両方選べるとで私自身はセンサーシールドオン派 これはもう買っていけない個人ですなのでミラーレスイッチに対しての、えー、一つの、まあ、気になるところとしてやっぱセンサーの周りの、えー、ゴミの付着っていうのは気になるのでなのでレンズ交換式なんでね特にカメラっていうのはなのでセンサーシルド私自身はオンにしておりますというところがありますでもう一個大事なのが、えー、VR の6機構どっか書いてません えー、電源オフ時に <laughs> 書いてません知らんがなあんたがミーや言われそうですねそんなきついコメント書いたら私慣れちゃうから書かんとってくださいねそんなコメント、えー、電源オフ時には <laughs> ボディ内の VR ロック機構がセンサーをしっかりと固定して輸送中の不足な揺れにもイメージセンサーがダメージを受けないようにしてくれますあれなんですあの VR のうんとセンサー側で手ぶれ補正をしようとすると言っちゃうとセンサー 多少動くって話じゃないですかで、えー、そう多少センサーが動く時に電源切ってる時に多少センサーが動かれるとセンサーの端っことかが まあ大丈夫やとは思うんですけど可能性としてセンサーが動くっていうことはどっかに物理的に当たる可能性がゼロではないんですよねでもそういった時に Z の9から採用されているこの Z の8にも付いているボディ内の VR ロック機構っていうものがあればもうセンサーね電源切った時にガチって止めはるんですよなので輸送中に結構こう動かれてもセンサーガチ止まっとるからセンサーその辺にぶつからへんでとセンサー守りますせというところでございますね でこれね、やっぱり Z の9ってすごいんやなって思ったのが、撮影時間を延長できる外部電源対応、あれですわ、グリップです。あの大好きな方もね、多くいらっしゃる。で、これ新しいんですよ。MB の N12 でございます。っていうところが出てくるんですけども、これがね、Z の9が有利って私、メモ書いてるんですけど、電池寿命っていうものは約1.8倍。この Z の8に、この MB の N12。 をつけると倍まあ軽く2倍弱ぐらい伸びるんですけどそれでもやっぱりうん Z の9の ENEL の 18D っていうのはすごいらしいっていうところをえ確認してきましたなのでこれがねやっぱね Z の9のライバッテリーライフっていうところを考えると Z の9っていうか Z の 9ENEL18D がごっついっていうところがありますなので ENEL15C もいつか D とか E とかになって今の 18D ぐらい、まあ、これはね、カメラメーカーさんが頑張るというか、もう世界的な技術のバッテリーのね、強化っていうところが必要だと思うんですけど、そういったところもありますので、うん、MB の N12 は2本のバッテリーのうち1本取り外しても、もう1本の、ね、バッテリー残量がある限り、まあ、給電を、えー、使い続けるホットスワップ、パソコンみたいなね、ホットスワップの機能によってですね、撮影を継続できるという形になっておりますので、まあ、使い勝手がいいかなっていうふうには思います。なので、バッテリーライフをとにかく気にされる方は、 Z の9の方が無難かなってのは思いますし Z の8で気軽な撮影の時はもうこの状態、えー、下くっついてない状態で持ち出してで Z の8やけどもバッテリーライフが気になるっていう時は MB の N12 をつけていくっていうのもありやと思いますでもそれやったらなんですけど、まあ、バッテリー交換が煩わしいっていうのもあったりするとは思うんですが Z の8を持っていって NENEL15C、えー、じゃない、e e e N e L、のこれを なんか2本ぐらい持っていっとったらええんちゃうかなーってのは。 思いますそれこそね、まあ、バッテリー交換っていうのが煩わしいってのはあるとは思うんですけども、まあ、持っていってたらいいんちゃうかな。私自身そうしてるんですね。これ、あのー、シングタンクのバッテリーのやつですけど、これ、2本とかね、4本のパターンがあるんですけど、こういったものに ENEL の 15C、最近はもう B とかは備え使わなくなってきたかなっていうところがあって、まあ、給電、充電っていうところがありますので、15C の方がまあいいと思います。15C をこういった形で持ち運ぶっていうのもありやと。 思いますでこれすごいやんって私が書いているのが通信用と、えー、充電用充給電用に、えー、USB-C っていうものが端子としてね作られてるんですよね。これおーなんか え、ええー、やんっていうところがあって過去にね私動画でその USB-C のところで HDMI 出力があってもええんちゃうっていう話をしてたりもするんですけどやっぱ HDMI 出力は HDMI 出力でタイプ A といいますかフルサイズであってで USB-C が2つあるほんまにパソコンみたいなね <laughs> USB-C がえー、っとその1つは通信用 としててあってでここね後ほど触れるんですけど USB-C なのほんまにパソコンにつなぐあの有線 LAN のやつあるじゃないですかあれつなぐとそういった形で使えるので通信用が上にあってで充電用っていう形充給電用に給電もできるようにえーと USB-C がもう1個ありますよとなので USB-C それこそ <laughs> パソコンあれですけど USB-A の端子が3つとかあって USB-C の 端子が1個しかなくてでなんか USB-C の端子が1個しかないパソコンでで何て言うんですかバッテリーつなぎながらハブにしてドッキングステーションで USB-C 増やすみたいな結構 USB-C の端子って競争率高いじゃないですか。っていう時にこの Z 8は USB-C の端子が2個あるからああなるほどねっていう形で使いやすいと。 モバイルバッテリーであったりとか V マウントバッテリーからね給電することが可能でありますよというところがありますただこのバッテリーに関しては過去動画でも触れてるんですけど可能な限りメーカーさんが勧めているものをお選びくださいなんでかっていうとバッテリーって結構ねカメラにあの大事なものになります私らでいうね大事な大事なそのご飯になりますのでパワー出すにはえと Z の8を確実に動かすためには 互換性とかではなくてちゃんとメーカーさんがこういった製品であればうちちゃんと動作確認してますよっていうところのものを選んでもらった方がいいと思います。こここはねちょっとと強調しておこうかと思いますなんか見た目がほんまに Z シリーズこれね Z の7ですけど Z のミラなんやろうねファインダーのとこかなやっぱりミラーレスなんやけども一眼レフっぽい感じもするし。 なんかミラーレスとほんま一眼レフのなんか融合これこそフュージョンちゃう Z うんんか ZF d みたいな何 <laughs> なやろねミラーレスと一眼レフのええとこ混ぜてくれたなっていう印象がありますね。 で、あとは、そうですね、あ、そうそうそう、記録メディアのところは CF Express と,、えー、とね、UHS2 の、えー、カードに対応しているものになります。SD とね、CF Express ですね。で、こちらも、えー、ポイントとしては、えー、スターライトビューであったり、赤色画面表示というものがありますので、この辺もね、Z の9と、えー、同じく使えますよと。 4KUHD60p で125分 8KUHD で 30p で最大90分というところが、えー、いけますよとなのでまあ外部バッテリーであったりとか、えー、オーバーヒートの対策とかをねいろいろ、まあ、基本オーバーヒートしないって書いてるんですけどやっぱりその負荷は可能な限りかけない方が機械っていうものはカメラに限らずいいので、まあ、そのある程度ねやっぱり慎重にえ環境で録画っていうものを楽しんでもらえたら えー、タイムラプスムービーであったりとかねって言ったところでこの辺はちょっとねあのハードル高いかなっていうところが <laughs> あるんですけども、えー、Z の8をね HDR の、えー、モニターやテレビ h d m i 2 1ケーブルで接続すればね、えー、っていうところがあるんですけどちょっと今ほんまにこれはクリエイティブな人たちが使う機能かなっての個人的には聞いてて思いましたまあでもそんだけの動画に対応できるっていうのがねすごいですね、えー、美肌効果 Z の8で入りましたね私 Z30 とか Z のええーねね、ことですよね。美肌効果っていうものがある程度選べるというところがありますので、えっ、ー、とね、あのー、ランクレベル選べます。なので、その中でね、実際選んでもらって、やっぱ JPEG でもう取って出しの品の時にね、役立つ機能かなと。これはおそらく、まあ、Z の他のシリーズにも入ってくるでしょう。めちゃくちゃいい機能なんでね。 で、えー、ポートレートをより自然な仕上がりにできるオートホワイトバランス。こんなん言ったらあれですけど、ニコンのオートホワイトバランスって、知らん間にめっちゃ進化してません <laughs> 昔もまあ良かったんです。昔に普通に使えてたんですけど、なんか最近のもう Z の9とか8とか、他の Z シリーズもそうですけど、ホワイトバランスのところがすごいストレスフリーになっている。オートホワイトバランスがめちゃくちゃ優秀やなってのは思います。まあ、ケルビン指定の方が確実ではあるんですけど、なんかね、 オートでー、ななっってててのは動画なんん撮ってるとほままに思いますねでシャッタースピードがね、えー、3万2000というところで、ISO64 というところでね、えー、F 値ですね、1.2の開放であったりとかのねレンズでも使えますよというところですね。人物印象調整であったりとかね、えー、直感的な色温度で調整できるホワイトバランスで、えー、アンバーブルー軸っていうものもね、あったりとか、えー、いろんな機能が実はちょっと追加されていると。 いうところがありますでビデオ、ごめんなさい。ここはね、ちょっと今、150分ぐらい行ってるでしょ。ちょっと割愛させてください。別動画でしっかりお伝えしますので、ちょっと割愛させていただいて、これなんやもっと増やしてニコンさん。うん。<laughs> これ私の心の声でさ、えー。レンズですね。えー、Z の8にね、おすすめできるレンズというところで、まあ、超望遠。あ、出てきてますね、私。 800mm、ね、の F6.3 の VRS っていうものが私ね先ほどお伝えした 800mm になっておりますあシンクロ VR ね対応しているっていうところですねで 85mmF1.2 の S ラインでございますねニッコール Z っていうところとあとは2420の F4 の S ラインこれ2420の F4 の S ラインもつけてみてた状態の Z8 触れたんですけどもめっちゃ収まりいいですなんかねほんまにねこの Z のうーん1.8シリーズとかと、まあ、似たような感じで なんか全体的にいろんな Z レンズとバランスいいっていうところがありました。で1424の F2.8 のね S ライン第3元でございますね。っていったものがまあおすすめレンズとでも他にもねいっぱいいいレンズ。 ありますんでねぜひね Z レンズもそれこそ昨日お伝えしたようなもう30本以上で需要の高いというか必要なレンズっていうものは網羅的にね抑えてくれてるというところがありますでここは特にまあ大体お伝えして4571万画素で総画素は、えー、5237万画素になりますというところで融合画素数は4575ではなく71ですなので Z の9よりですねで6000万画素内のカメラっていうのはもしかしたら Z の7の後継これ勝手的な高卒ですけども Z、まあ 8256×5504 っていうところで45.4メガですねっていうところで取れたりとか、えー、ローの14ビットロスレスアシゴで高効率ロー星マーク選べますというところと。 あとは、そうですね。c f s s の Type-B と u h s i 対応しているダブルスロットですよ。ファインダーは0.5型の QuadVGA の OLED 約369万ドットなのでめちゃくちゃ見やすいですよ。シェア率、最近当たり前のようになってますけど100%でございます。ちょっと前のカメラ100%って言われてるとそれだけですげえなーって言ってたんですけどね。っていうところがあって、画像モニターチルト式3.2型の TFT エクション、タッチパネルで約210万ドットっていうところがあります。シャッタースピードは3万2000、電子シャッター、シャッター終わり、センサーシールドあります。 ますよーとあとはこっち側はそんなに線引いてなかったかなそうですねハイスピードフレームキャプチャープラス 120C120 120対応してます速攻方式が撮像素子のる TTL まあそれはまあいつも通りですよねでマルチパターン速攻マイナス 3EV から えー、ISO64 からアクティビディライティング私は強めで入れますオートフォーカスハイブリッド F で位相差 F コントラスト F というところで D750 とね D780 の違いっていうのはこのハイブリッド F っていうのでほんまにあの実感したところがありますめちゃくちゃ優秀でございます逆に、えー、と今のカメラだけを知ってる方からするとこの感動っていうのは薄いかもしれないんですけどもうそれこそ D のね3000系統とかから使ってる身からすると もうニコンのこのカメラの進化。まあ、ニコンだけじゃないですけどね、えー。カメラの2本のカメラの進化っていうのに感動するところがあります。フォーカスポイント493点でございます。オートフォーカスエリアモードは選べますよというところで、えー、イメージセンサー5軸補正、ボディ内手ブレ補正ですね。レンズ内の手ブれ補正もレンズ手ト方式 VR というものがありますよと。 あとは、こっちは特に大丈夫かな。優先欄。あ、これ書いてましたね、えー。タイプ C 端子のところに USB ン変換アダプターつけてもらったら、えー、優先欄いけますよと。Wi-Fi、Bluetooth、画像編集、日本語、英語、えー、ENEL15C1 個使用ですよ。というところで ENEL15B。EN B はどの世代やったかな ?Z の5でも C になってたから、Z の7系統かなとかであれば、15B になります。充電が可能になります。という形ですね。給電、充電のところ、ちょっとね、あの対応バッテリー注意してくださいね。で、AC アダプター EH の 7P、これよく使っております。で、1 4分の1ネジ穴ですね。で、サイズ14、144×118.5×83。 まあまあまあミラーズスにしてはちょっとね一回り、まあ、大きくなってるかなってのは思うんですけどだいたい1 4センチちょいと 12cm 弱と、まあ、8センチぐらいというところになりますね質量が910っていうところになりますで本体であれば820でございますとでマイナス10から40度そんなもんかなだいたいお伝えできましたかねで あこのあたりはちょっとお伝えしたいのはパワーバッテリーグリップ MBN の12が出てきますよであったりとかですね EN115C を使ってくださいなのでバッテリーのところはねちょっと強調しておきたいかなスピードライトレンズあとはまあいつも通りのシステム表かなってのは思いますのでえぜひねこの Z の8の魅力っていうものをえお伝えできたら嬉しいかと思いますということで最後にこれが Z の8でございますよモード これねいいですね。まあまあまあ Z の8を、えー、使われてる方であればなじ、えー、み深いかなというところでねめちゃくちゃいいカメラでございますね。うんいいね。 すいませんなんか、このいいねタイムなんやねんって思いますね。ごめんなさいね。こういった形で、あの、撮影に関することとか、カメラに関する情報ニュースを、えー、毎週更新で、えー、語っておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。Z の8ね、これ、めちゃくちゃ欲しいね、えー。カメラを作ってくださって、ほんまにニコンさん、ありがとうございました。えー、Are you ready? に対して、えー、Yes, I'm ready というふうにね、えー、お答えしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。